はい、というわけで、どうも皆さんこんにちは、しおと申します。本日は庭プロジェクトの続きということで、2日目の草刈りをね、やりたいと思っています。いや、広大すぎて1日じゃ終わんなかったっていう。で、前回なんですけども、こちらに見えてます通り、この画面左側の部分ですね、こちらを草刈りして、こんな感じにだいぶ綺麗になりました。はい、地面がね、もう美しく真っ平らになってて、雑草が生えてない状態ですが、で、今回やる部分なんですけども、こちら側、はい、だいぶね、草が生い茂ってる感じですね。この辺とかひどいですよねもう荒れ地ですかみたいな感じなんですけど、まだまだ行きまして、こっち側もやります。はい、この辺もね、荒れてますね。まあ前回ほどツルみたいな草はないんですが、まあ、こんな感じでだいぶ荒れているんで、この辺を綺麗にしたいと思っております。で、まだまだ奥に行くと、ここら辺かな、ここら辺までやりたいと思ってます。反対から見るとこんな感じ、だいぶね、荒れてますけど、で、正面から見るとこれまたあまりもう庭とは思い難い、このような荒れ具合ね、ツルがだいぶ絡まっちゃって、植木に絡まってひどいことになってるんですけども、これをね、綺麗にしたいと思います。今日これで全部終わるかなではね、早速やっていきたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ではね、今日も今日とってね、この草刈り機を使ってやっていきます。ではね、やっていきましょう。スイッチ入れて荒れたところからいきますか。レッツゴー。さあ、というわけで、一通り一旦ね、大まかに終わりました。なので一回吐きますか。多分残ってるところがあるんで、それもう一回やりましょう。というわけで一回吐きます。はい、というわけで、こんな集まりました。構成わかりますかね？でん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 で、一周回ってみると、こんな感じ。痛い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 。だいぶ山になってることがわかると思います。こんな取れた。いやー、疲れた。そしたらね、まあこれ一回はけて、で、仕上げで、もう一回草刈りでね、電動でウィーンとやってみたいと思います。そうすればね、もうだいぶ綺麗になると思うんで、で、やってみましょう。まずはこいつはどけよう。ということで、裏側無事にね、草刈りできました。いや、こんな感じでね、綺麗になりましたねいや、やっぱ草刈りの力は偉大ですね。まあガソリンじゃなくても電動でもね、
ここまで綺麗にすることができました。いやー、よかったよかった。もうこれでね、もう心置きなく歩けるというか通路ができましたね。大まかな、はい、全体像がね、分かるようになってきました。というわけで、裏側のこちらの作業は一旦終わりということで、お疲れ様です。でね、これで終わりかというと、まだまだ終わんないんですね。草で生い茂っているところはまだあります。それがこちら側、表向きなんですね。ここがね、見たら分かると思うんですけど、だいぶね、草で生い茂ってます。草っていうか、なんかツルがメインになっちゃってますね、この辺は。なんかツルが絡みに絡んじゃって、で、ここまでね、ひどいことになってるということで、背丈の長い草とかもね、結構あるんで、だいぶひどいことになってるんですが、今度はね、こっち側をやっていきたいと思います。ではね、早速やっていきましょう。ちなみに前回もね、表側をやったんですけども、その時はね、こんな感じで、綺麗になりました。だいぶ見違えた感じですね。もうこんな感じに綺麗になれるように、こちら側もね、やってみたいと思います。前側はね、草刈りはできないんで、草刈りはね、ちょっと石とかが、見分けがあってできないんで、鎌でやっていきたいと思います。草刈り鎌のステンレスということでね、195ミリっていうね、結構大きめの鎌を使ってますが、この大きさがね、意外とちょうどいい。なんでね、これやっていきたいと思います。さあ、というわけで、やっていきますが、まあ、大変なことになってる。こんなね、草が多いと、本当にどれが切っておくて、どれが切っちゃ悪いのかみたいな。それはね、もう、なんか数年前の綺麗だった時の記憶を頼りにして、やってるといった感じですね。本当ね、この鎌が最高なんですよ。めちゃくちゃ使える。使いやすい。で、ここの、まあ、立地なんですけどね、笹があるんですよ、笹が。こんな感じの笹がね、いっぱいあって、で、根っこ抜かないと、本当に永遠に生え続けるんですけども、笹の根っこってね、硬いし、地面に深く埋まってるから、取りにくいんですよ。だからね、どう対処すればいいっていうのがね、いまいちよく分かってないんですよね。なんでね、ちょっと誰か分かる笹の対処の仕方が、なんかおすすめがあればね、ちょっと教えてほしい感じなんですけど、おだいぶ開けたかな。よいしょ、どんどん切っていきましょう。もう大雑把でいいんでね。もうこんなね、もう草を撤去するような作業をね、ちまちまやってたのに、終わんなくなっちゃうんで、もう大雑把に、ざーっと。よいしょ。つるがすごい。よいしょ。なんか痛いと思ったら、これ見えますか？なんかトゲトゲがいっぱい刺さってる。俺はなんか 銃に撃たれたのかな。何のトゲなんでしょうね。多分くっつき虫でよくあると思うんですけど、名前がいまいちよく分かってない。見たことあるくらいなんですよ。あの丸っこいくっつき虫がいるじゃないですか。あれはオナモミっていうのはもうだいぶ有名なくっつき虫の一つなんですが、くっつき虫といっても虫ではないっていうね。人を媒介して、で、子孫を残す植物の別名がね、くっつき虫っていう。人にくっつくからね。ふぅ。これだけでもだいぶ変わったんじゃないですか。地面を見てみると、こんな感じで、だいぶ取りましたけど、まだまだ全然。ひどいな、この辺が。最初草刈りで刈ればよかったかな。草
草刈り機でね買っちゃえばあとは楽だったと思うんですけど、まあでも手作業でも今日4杯かな、これくらいの量だったら。うえめちゃくちゃ取れる。ああこれなんかでっけえな、これ引っこ抜けないかな。無理だこいつは引っこ抜けねえ、刺した俺は。よいしょ、なんかやってくるとだんだん、あこれが草なんだな、これがいらねえ雑草なんだなってなんか分かってくるけど、分かるまでが大変なんですよね。うわなんか大量な気がする。だいぶ綺麗だったからちょっと汚いけど、よいしょ。ああこのツタがわけわかんねえ相変わらずこのチクチクがいて、なんだこりゃ。はい、というわけで大方こんな感じになりました。いやーだいぶ綺麗になったんじゃないですかはい、まあね大雑把しかやってないんで、でも大雑把やっただけでもだいぶ変わったなと思いますね。で取った草はこんな感じ、デレデレデレーン地面が草だらけ。というわけで片付けは後にするとして、今回はね雑草にまみれたこの庭を草刈り機でウィーンとやって、そして鎌で、ガシガシやって、ここまでね綺麗にすることができました。いやーお疲れ様でしたというわけでね、まあ、細かい作業は動画外でやるとして、今回の動画はこれで終わりたいと思います。というわけで次回はね、道を作りたいなと考えてます。はいまあどんな道になるかはねちょっとまあ、考えてるんですけども、どこまでね、現実にできるかがわかんないんですが、まあ、やれるとこまでやってみたいと思います。というわけで、今日の動画はここまで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、しおでした。バイバーイ。お疲れ様でーす。